video diary February the 16th 2019 by Hiroshi Hayashi Hamamatsuri Japan ビデオ日誌2019年2月16日林博史です。昨夜遅くアクアマンという映画を見てきました。すごく色彩の美しい映画でした。圧倒されましたと言いつつ、私ああいうドンパチ映画を見ているとですね、大抵眠ってしまうんですよ。ですから中3分の1ぐらいは眠っていましたが、その美しさはしっかりと印象に残っています。はあ、映画でもあれほどまでに美しい映像があってますかね、画像が撮れるんだなということで驚きました。で、今日最初に2冊の本を先ほど撮ってますかね、ちょっと前に紹介させていただきました。 TT さんどうもありがとうございました。セカレシッチンの本は大変大変役に立ちそうです。挿絵が多くてですね、いわゆる円筒印象の図柄といいますか、図がたくさん載っていまして、私としてはありがたいといいますか、あの意味のある本です。で、リリとリリスっていうふうに書いてありますけども、リリとはね、まあ、魔女中の魔女ということで、西洋では恐れられている魔女なんですけども、面白いですね。まあ、リリと今現在はですね、リリとイコールイシュタール、イナンナというふうに落ち着いています。まあ、リリトというのはルシファーの妻だったというふうに言われています。まあ、ルシファーが、ね、悪魔ですから、その妻のリリトも魔女ということになるわけですね。まあ、そういうその方が辻褄が合うということなんですね。そういう本です。ありがとうございました。で、今日は私、簡単に言いますとね、言葉の重み、思想の重みについて少し考えてみたいと思います。私ね、前から気になってるんですけども、前からというかもう子供たちを教えている時から気になっているんですけども、まあ、ゲーム感覚で、まあ、ゲーム感覚でというか戦争そのものがですね、ゲーム感覚になっているのではないのかなというふうに感じています。戦争などというね、まあ、その国家その国民のですね、命根幹に関わるような重大な問題がですね、ある意味でゲーム感覚で語られるようになっているという意味でいいのかなというふうには思ってます。今でも思ってます。で、今の今もね、極東アジア情勢緊迫してますけども、どこかね、ニュース見て、ニュースと言いますか、報道番組と言いますか、座談会と言いますかね、ああいうの見ているとどこかこう、なんていうのかな、スポーツ番組か経済番組のような感じで、その道の指揮者と言われている人たちがですね、まあ、ペラ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 と物事を語っていらっしゃいますけども、何かしら軽いんですよね。その軽さの方が私気になってしまうんですけどもね、こんな軽くていいのかな、あるいはこんな軽々しくね、論じていいのかなと思うわけですね。で、なぜ軽いかって言いますと、一つにはやはりこう歴史的な重みっていうものがないわけですよね。そう言いますと、まあね、またまた林は歴史を持ち出したなっていうふうに思われるかもしれませんけれども、まあ、人間の歴史というのはですね、まあ、表に出てきている歴史というのはある意味で戦争の歴史なんですよね。政治の歴史なんですよね。で、それが、まあ、あるにはあるんだけども、歴史、過去の歴史というものがですね、ただ単なる事実で終わってしまっているのではないのかなということなんですよね。それは私としてはとても残念なことなんです。なぜ私たちが歴史を学ぶかといえばですね、つまりそうした歴史を通して人間の失敗、あるいは、ね、成功もありますけども、を学んでですね、そうしたその、まあ、失敗、特に失敗ですよね、そうしたものから物事を学んで、そしてそれをですね、現在処理して、そして思想化してですね、そしてそれを未来に役立てていくということなんですね。それが歴史を学ぶ、私は意味というふうに、意義というふうに捉えています。ところが、そうしたその重みといいますかね、歴史の中から学んできた人間というのがどこにもない、どこにもないなんていうとね、また大変なことになりますから、お叱りを受けそうですから、それはともかくとして、そうしたその言葉の端々にですね、歴史の重みというものを感じないのも一つの理由じゃないのかなと思うんですよ。すなわち大変軽い
感じを印象を受けるのはですね、何かしらこうペラペラっと誰かがしゃべるとペラペラペラッ、そしてまたペラペラペラッと反応していくっていう感じで、まあ、あのいわゆるまあ現在の、ね、極東アジアのこの日本と隣の国との、ね、緊張状態をが論じられているということです。でやはり私たちにとって大切なことはですね、過去に学ぶということなんですね。まあ、こういう状況というのはその事実ではなくてですね、その心の方を言うわけですけども、過去に何度も何度も人間は経験してきているわけですよね。そうしたその人間が積み重ねてきた知識あるいは知恵があるはずなんですけども、そういうものが表に出てきていない。まるでね、はい、スポーツ番組のサッカーの試合を論ずるかのように、なんて言いますかね、軽く喋っている。またあのシチュエーションも日本のテレビの場合まずいんじゃないのかなと思いますけども、もう少し重みのある、まあ、特にねこうした平和、人間の命、国家の存亡に関わるような問題であるならば、もう少しこうなんて言いますかね、重みのあると言いますか、言葉そのものがですね、まあ、そこに出てきてお話になるね識者の方たちの言葉がですね、重くなるようなその雰囲気と言いますかね、そういうものが必要じゃないのかなというふうに思いますね。あのいわゆる、まあ、バラエティ番組で使うようなスタジオをですね、そのままその討論の場に使っていると、ケバケバしい色でね、そしてその中に出てくる人たちもどこかバラエティ番組風な喋り方をしながら、そして平和を論じ、アジアを論じ、日本を論じ、平和、まあね、戦争を論じていられおられますけども、どうかなという感じがしますね。言い換えるとそれがまたその、まあ、これはアジア人全体について言えることなのかもしれませんけども、アジア人全体のね軽さを逆にね表に出しすぎているのではないのかな、まあ、軽さを出しすぎるというのもおかしいですけども、出しているのではないのかなというふうに私は感じています。まあ、言葉としてね、もう少し慎重に、そして考えて、そしてどう私たちはどうあるべきなのかということをですね反芻しながら、この平和というものを論じていただきたいなというふうには思いますけどもね。ですからこんなことでいいのかな、こんなふうにしてお互いに緊張状態を作ってしまっていいのかなというような思いがありますね。まあ、いかが皆さんいかがでしょうか。まあ、それはいいか悪いかは別にして、オーストラリア人の友人と話しているときは、まあ、よく出てくる言葉がやっぱり過去の、ね、偉人賢人のクォーツ、つまり引用文ですよね。ヒロシ、ソクラテスはこう言ったんだよっていうような感じでね、ソクラテスがねその、まあ、こうこうこうだよって言ったとか、あるいはソクラテスに関して言うならばですね、まあ、西洋でよく言われることわざといいますかね、クォーツがソクラテスですらも死んだって言い方するんですよね。彼らね、ソクラテスですらも死んだんだよヒロシって言い方するんですけども、それはどういう意味かというとですね、神に最も近い立場にいて、もう神と対話をすることができた人、ソクラテスですらも死んだんだよと。決してその特別なね、そうしたそういう意味での神の恩恵恩寵というものを受けなかったんだよということを言うわけですよね。ですから人間というのはそういうためそのために神を求めてはいけないし、神の存在というものを何て言いますか、その自分の利益誘導のために、まあ、利用してはいけないということなんですよね。要するにそういうことでは神は動かないということなんですよ。だからあのソクラテスすらも死んだんだよヒロシって言い方するんだけどもね。ですからそこにまあその一言の中にね、神のアジェンダと言いますかね、人間に対する基本的な姿勢というものがまあ浮かび上がってくるわけですけども、例えばねそういう形でもう少しね平和とか戦争というものを論じてほしいなと思いますね。で例えばあのネイル首相はね、前にも取り上げましたけども、あのインドの、ね、ネイル首相、まあ、世界的に、まあ、本当に優れた政治家の人だったというふうに現在評価されてますけども、あのネイル首相はこんな言葉を残してますよね。自国の平和を考えたかったら、その隣の国の人たちがね脅威を感じない自国の作り方を作る、自国を作ればいいんだよと。繰り返しますとね、自分の国を平和にしたかったら、その周辺の国に脅威を与えない国にすればいいんだよと。それが自国の平和を結果として守る最も重要な方法なんだよということを、あのネイル首相は言っているわけです。まあ、そんな教えはね、もうとっくの昔にもう化石化している感じでね、もう誰もその取り上げてこうこうという人はいませんけれども、しかしそうしたその賢人の言葉の中に、私たちはその重い人間の過去、歴史というものを知ることができるということですよね。
つまり人間というのは失敗を繰り返す、その失敗をその、まあ、なんて言いますかね、まあ、肥やしというのも平和に関して言うと使いにくい言葉ですけども、要するに失敗を繰り返しながらね、それからその失敗から学んでより良い未来を作るために、生かしていくということなんですけども、今のこの瞬間のね、まあ、その極東アジアの平和論争を見ているとですね、全くゼロから始めている感じがしますね。一体過去はどこ行ったんだってな感じでね、まあ、そのどこかおかしいと言いますか、どこかこう軽々しいと言いますかね。私もやっぱり部屋を論ずるという時には、それが相手がね、友達であれ、子供であれ、生徒であれ、あるいはそのワイフであれ、あのこんなペラペラ喋りませんね。やっぱりね、喋れないですよ。やっぱり重いですね。やっぱりそれはね、平和というのはやはりってな感じでね。ですからまあ今日は平和を論ずるようなまあ雰囲気じゃありませんので、世界のね平和、日本の平和、いわゆるまあそういうものを論ずるような雰囲気じゃありませんから、まあこの辺で止めておきますけども、まあ今日はね、あの朝から古代の核戦争についての動画をね集めてみようと思いましたので、先ほどまでに8本ね、あの集めてみました。まあ、古代メソポタミアにおいては核戦争は、まあ、私はほとんどあったというふうに今は確信しています。第一の理由がですね、まあ、あの最近見つかったんですけども、そのあたりでガラス化した大地が見つかったということです。車が、ね、入り込んでいったらバリ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 とあの音がしたと。で掘ってみて調べてみたら、その下にね、いわゆる砂漠が、ね、ガラス化している、もう広大な面積が見つかったわけですよね。でそれはそのアメリカのね、あのアリゾナ、ですかね、あのアリゾナ州ですかね、核実験場の火ではないと。その極めて高温なその大規模な核爆発のあった後だということが最近分かってきましたね。と同時に、まあ、タブレットの中にね、粘土板の中に古代の核戦争の様子が描かれていた。あるいはその史実としてね、イナンナの、まあ今日ね、その中の一本として取り上げましたけども、ギルガメシに恋をしてね、でギルガメシにいるイナナンが恋を打ち明けるわけですよ。そうしたらギルガメシがですね、それを拒絶するんですね、まあ、拒否するわけですよ。でイナンナがですね、そこでまあ天の神にアヌ王に頼んでね、天の牛っていうのを送ってもらうわけです。ヘブンプーを送ってもらうわけですよね。それは戦車なんですけども、でその戦車で、まあ、ウルク、あのギルガメシの本拠地を叩くわけです。その時にウルクの、あ、ギルガメシの友人のね、エンキドゥが反撃して、その天の牛を壊すわけですよね。ああ、するとその天 のアヌ王がそれを見ててですね、ギルガメシ その友達のエンキドゥを、まああのまあ、処刑するわけですね、はっきり言えばね、というような話になってくるわけです。でそのイナンナというのはどこにいたかと言いますと、第三地域 The Third Region の、まあ、最終であったわけですね。最終といいますか、その、はい、当てがあるわけです。それが、まあ、インダスバリーの前に、インダス文明の前にイナンナがインダス川流域に入るわけです。あのインダス川流域を第二リージョンというわけですね。第一リージョンというのは、リージョンというのはどこかということは分かりませんけども、書いてありませんけども、メソポタミア周辺が当然第一リージョンとなるわけです。で、第二リージョンはどこかと言いますと、アフリカになるわけですよね。まあ、第二リージョンの最初が延期ということになるわけです。第三リージョンの最初がイナンナということになるわけですよね。そのイナンナがインダスバリーに入って、そしてインダス文明を起こすわけです。そのインダス文明はですね、最後に 核兵器によって滅びるわけですけども、まあ、それも痕跡も今残っているわけですよね。まあ、要するにそういったことがめくるめく起きるわけですけども、そのイナンナがまあ神殿を持つのがウルクということになるわけです。なぜウルクかと言いますと、先ほど言いましたようにウルクというのはギルガメシの本拠地なんですよね。でそこで恋を打ち明けて、そのなんて言いますか、振られた腹いせでね、カッとなったんでしょうね。天の神に頼んで、あの王に頼んで、天の牛というものを送ってもらって、そのウルクを攻撃すると。ね、そこら辺ですごく人間っぽいものを感じますけどもね、神と言いながらね。まあ、そういうことがその粘土板の中から出てきた。先ほど言いましたように、ガラスになった大地が見つかった。そしてその粘土板の中からそういった史実が出てきた。まあ、いろんな事実を重ね合わせていくとですね、で私も負けずに発見しましたけども、例えば、エリドゥの町なんかをね、今 現在ね、そのいわゆる Google Earth なんかでその地域を見ることができますけども、まあ、円形のね、
奇妙な模様が出てくるわけですよ。で私はそれは 核兵器によって、変形したと言いますかね、変質した大地の様子だというふうに捉えてますけども、その動画も今日載せておきましたけどもね、いわゆるその四方八方からですね、まあ、中心にも、まあ、集まってくる情報というのはメソポタミアの 核戦争というのがあったということになってくるわけです。ですから8本ですけどもね、まあ、前にもバラバラに紹介しましたけども、皆さんねちょっとねどれで、まあ、ご覧になったのもあると思いますけども、ちらちらとこう見てね、そしてその8本の動画をですね集合して判断していただくと、メソポタミアにおいてね核戦争があったということが分かっていただけると思います。まあ、その詩も見つかるんですよね。あの、まあ、あのアイカエレジーですね、いわゆるメソポタミアアイカと言いますかね、それがもう見つかるわけです。まあ、見つかっているのはそれは翻訳もされてますけどもね、まあ、そういったものがゼカリ詩人 の本の中にもそれが出てきています。翻訳した中に入ってますけども、そういったことを寄せ集めていくとですね、メソポタミアで、まあ、要するに古代において核戦争があったということになってくるわけです。これはもうほとんど事実でしょうね。まあ、その事実がどうかということは皆さんに判断をお任せしますけれども、ざざざと、まあね、短い今日の動画どれも短いのですから、さらさらと見ていただければ、あのそれが皆さんにも分かっていただけると思います。自分でね、まあ、自分の動画を見ながら勉強するということもよくあるわけですけども、私も今日ね自分でその動画を編集しながら、やっぱりこれは核戦争あったんだなということに落ち着いています。まあ、これはもう否定しがたいですね、事実です。ところが歴史学者の先生たちは絶対にそれを認めませんね。ソドムとゴモラにしても絶対に認めませんね。いわゆる、まあ、客観証拠主義なんてね、そんなこと言ってたら1000年経っても2000年経ってもね、その、はい、証明できないわけですけども、洪水のようにね、まあ、謎というのは次から次へと起きてきますから、それをもうテキパキと処理していくためには、うん、あのいわゆる、まあ、疑い意識は罰するという感じでね、法律の世界では、ね、疑い意識は罰せずということになりますけども、ことをその超古代の古代文明においては疑い意識は罰するという感じで、どん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 前倒しに、ね、あの謎を解いていかないと、まあ、すぐにこういっぱいになってしまうということですね。まあ、ともかくも古代において核戦争があったということに なりますよね。そしてそれから2000年前、4000年か5000年、まあ、あのあっとギルガメシがいたのは紀元前2000年年から3000年の間ですから、あの今からも4400年、500年前後ですねの前にすでに、核戦争があった。それももちろんインダスバリーも、紀元前1800年頃に滅んでいるわけですけども、それまでに、1000年近く1500年ですか続いていますから、それ以前からもあった。その前後に、まあ、核戦争がメソポタミアで一体であったということになってきますから、もうそれから、ね、4000年5000年を飛んで今、まあ、人類が核兵器を手にしてですね、この地球上で核戦争をしよう、あるいはおっぱい締めようというその直前に来ているということですね。まあ、その時に私たちは何をその考えるべきかと言いますと、やはりもう古代においてね、すでにもう5000年4500年5000年前に地球上では核戦争があったんだけどもということで話が、ね、出てくれば、その人間というのは賢くなるわけですけども、要するにゼロから何でもスタートしたら絶対に人間は賢くならないということですよね。例えば小学生でも中学生でも高校生でもそうなんですけども、全くゼロから始めてしまったんでは結局は、まあ、ゼロからですからね、何も経験がないわけですから、それじゃあ進歩というのはないわけです。ですからやっぱり人間がなぜ、今の今もね懸命に生きている、それはなぜ懸命に生きているかと言いますと、未来の人間たちにね、子供子孫たちに、まあ、自分たちが学んだ知恵や、ね、知識、あるいは経験、失敗談というものを伝え残してですね、それを、まあ、うまく役立ててほしいわけですよね。まあ、そういう思いがあるから、今も私ね、こうして古代文明の謎を解き、そしてこういう形で動画にしてですね、まあ、未来に残ればな、少しでもね、一作でもいいから未来に残っていけばいいなというふうに思いながら作っているわけです。その思いっていうのが結局は今を生きる私たちの価値ということになるわけですよね。今を生きる私たちの意味意義ということになっていくのではないでしょうか。私たちはなぜここに今生きているかといえばですね、人間の未来っていうものをより良くしたいからではないでしょうかね。それは私たちの時代には間に合わないかもしれませんけども、1000年後2000年後の人たちがですね、さらに素晴らしい心豊かな、ね、生活を送れるようになればいいなと思うわけですけども、また1000年後の人たちもね、もう過去なんかどうでもいいんだ、クソくらいなんて捨てちゃってね、そしてゼロから出発したんでは、これはもうめちゃくちゃになってしまいますよね。まためちゃくちゃだということです。要するにまたゼロから出発するわけですからね。それじゃあね、いつまでたっても同じ失敗を繰り返すということになるわけです。
で、現に今ね、今からね、4、5000年前になったことをですね、今まさにこの地球上で人間がですね、今まさに繰り返そうとしてるわけです。となると一体何だったのかということになるわけですよね。寂しいですね。はい。ということで、今日はですね、古代の核戦争というものを取り上げてみました。何かのね、参考になればいいと思いますけども、つまり話を戻しますとね、つまり私たち人間がですね、なぜ、まあ、動物ではなくて、獣ではなくて、重い知的生命体になれるか、つまり精神性が完成したより高いステージにある人間性に人間になれるかといえば、その一つとしてね、やはりいわゆる歴史の中から人間が学んだ重いものをずしりと伝えていく、あれずしりと持っているってことなんですね。ところが残念なことに、まあね、あのネットで見てももちろんテレビでもそうですけども、何かしらね、こう部屋を論ずる人たちも軽々しいと言いますかね、まるでそのはい、あの、まあ、サッカーの、ね、試合を論ずるかのように、そのあだこうだ、彼はこの政治家はこう言った、あの政治家はこう言った、アメリカはこう言ったとか言ってね、ペラ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 と喋ってますけども、もう少しこう重い雰囲気で喋っていただけないのかなと思いますけども、それが人間それ全体が持つ、あるいはひょっとしたらアジア人全体が持つ、まあ、さらに言えばね、日本人全体が持つ軽さではないのかなと思いますね。軽さ、あの軽さがどうも気になって仕方ないんですね。言い換えると、そんな軽いことで、軽いテーマじゃないんですよね、これはね。命に関わる問題ですから。例えばね、まあ、皆さんが病院行ってですね、あの、まあ、私のところもこの3月にね、健康診断がありましたけども、もうじきその結果が来ると思います。その結果に応じてね、また病院足を運ぶわけですけども、やはりね、お医者さんを前にしたらですね、冗談なんか言えませんしね、まあ、冗談なんか言うべきじゃないし、やっぱりこうね、真剣に自分の命の問題ですから、一語一句ね、ドクターの言うこと言葉を聞いて、そしてこれはどうなんですかって感じで、もう言葉を重く、あの話を聞いたり話したりしますよね。それが私は当たり前のことだと思うんですよ。ところが今ね、その日本という国が大変危機的な状況になっているわけですけども、それを論ずる人たちがですね、いやー皆さんこんにちは、今日もなんとかでございます、韓国はなんてやってますよね。それはね、ちょっとね、おかしいんじゃないかと私は思うんですけども、ひょっとしたら私の感覚の方がおかしいのかもしれませんけどもね、それは分かりませんけども、ともかくも私の立場からするとそういう問題でもないんだけどな、もっとこうぐーっと噛み砕いて反芻して、そしてそのなんて言いますかね、魂の底から絞り出すような感じで平和を論じ、人の命をと、まあ、論ずるということですね。あまりにも軽すぎるということがどうも気になって仕方ありません。まあ、昨日のね、私のその感想ということになります。まあ、ともかくね、まあ、今こうしてね、昨日あたり夜ね、映画を見られたということは、私にとってはまあのんきなね、まあ、こうしたね、平和というものをいつまでも続くようにしたいなと思いますし、まあ、そういう思いも込めましてね、今日はそういう話をさせていただきました。で、冒頭で紹介しました2冊の本、あのちょっとね、連絡が遅れましたけども、1冊はね、もう1週間ほど前に届き、もう1冊は2、3日前に届きました。あのいわゆるアマゾンを通してね、あの直接私の方に送られてくるもんですから、住所、名前などわからないんですけどもね、TT さんというに名前、あのいわゆる、まあ、ハンドルネームだけが書いてありました。ですから TT さん、どうもありがとうございました。あのじっくりとリリーとリリスについては、あの、まあ、小説風ですからじっくりと読ませていただきます。で、もう一冊のそれからシチンの方の本についてはですね、まあ、これほどまでに、あ、なんて言いますかね、挿絵が多い本というのは本当に役に立ちますね。で、同時にですね、私こう思ったんですよ。シチンもね、今の時代に生まれていたらもっともっと素晴らしいね、あの発見ができただろうにと思いますね。というのは、その挿絵なんか全部なってますかね、赤飯刷りって言いますかね、あの一度その絵をですね、写真に起こして、それをまあ突破にしたような感じでその印刷してあるものですから、見た感じなんて言いますかね、カラーでもないし精緻でもないしという意味でね、まあ普通のまあリトグラフのような感じで表現されてますけども、もうもしね、主人が今ここに生きていて、そしてインターネットを通してね、自由に今の私のように情報が入ったら、もう驚くって言いますかね、もう
また違った研究を、することができた。言い換えるとね、シーチンがね、今この時代を見たらですね、とても残念があると言いますかね、もうちょっと遅く生まれればよかったなっていうふうに思うんじゃないのかなっていうふうに思いますね。そのもうちょっと遅く生まれたらよかったんじゃないかなという時代にね、今私が生まれてますから、そういう意味で私、本当にラッキーだと思いますね。いながらにして巨大な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 図書館の中にね、ずっぽりと埋まってる感じでね、楽しいですね。はい、ということで、今日はいろんな話あちこちしましたけどもね、トットさんありがとうございました。それから平和をね、皆さん論ずるときはやっぱり腹にグッと力を入れて、そしてそれこそね、健康診断の結果をね、病院や呼び出されてドクターの前で聞く、そしてそれに対して質問する、話を聞くというような重みというものをね、ずっしりと感じながら考えて論じていただきたいなと思いますね。ともかくも戦争はしないことですよ。前も言いましたように、今ね、隣の国ギャン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 うるさいですけども、さらさらと聞いてね、そして言うべきことは言いながらもさらっとかわして、そして爽やかに無視する、爽やかに無視する、1、爽やかに無視する、2、爽やかに無視する、3、4がなくて5、6、爽やかに無視する、どこまでも爽やかに無視すればいいわけです。決して右の手をほっぺた叩かれてもね、決して日本はこの野郎って手を挙げちゃいけません。手を挙げた途端に相手の思うツボです。相手はそれを待ってるわけですから。そして、自分たちのペースの中に日本を引きずり込もうとしてるわけですからね、皆さん。日本は気高く尊い国ですよ、皆さん。はい。ということで、私たちは自分のね、自尊心というものを大切にして、そしてそういう国は相手にしない、無視する、そして私たちは私たちで日本という国を大切にしていきたいと私は考えています。いかがなもんでしょうか。はい、ということで今日のビデオでありこれで終わります。それでは皆さん、さよなら、バイ。The First Tablet by Zakaria Sitchin. The words of the Lord Enki, firstborn son of Anu, who reigns on Nibiru. With heavy spirit I utter laments, laments that are bitter fill my heart. How smitten is the land, its people delivered to the evil wind, its stable abandoned, its ship holds emptied. How smitten are the cities, their people piled up as dead corpses, afflicted by the evil wind. How smitten are the fields, their vegetation withered, touched by the evil wind. How smitten are the rivers, nothing seems anymore, pure sparkling waters turned into poison. Of its black-headed people, Shumel is emptied, gone is all life. Of its cattle and sheep, Shumel is emptied, silent is the hum of churning milk. In its glorious cities, only the wind howls. This is the only smell. The temples whose heads to heaven arose by their gods have been abandoned. Of lordship and kingship, command, there is none. Scepter and tiara are gone. On the banks of the two great rivers, once lush and life-giving,
Only weeds grow. No one treads the highways. No one seeks out the roads. Flourishing Shumel is like an abandoned desert. How smitten is the land, home of gods and man.第一のタブレット延期の失われた書 by ゼカリア・シッチンより延期王の言葉延期つまりアヌの第一の息子ニビルに君臨した延期重厚な精神とともに私は嘆きを口にするそしてその嘆きはひどくも私の心を満たす邪悪な風によって運ばれその土地その人々はいかに打ち叩かれたことかその小屋は見捨てられその羊小屋は空になった邪悪な風によって死体が積み重ねられた都市や人々はいかに打ち叩かれたことか邪悪な風によって触れられた畑や作物はいかに打ち叩かれたことか輝く水は毒に変わり川という川は打ち叩かれ今やその川の中には何もないシュメールは空になり黒く変色した頭を持つ人々はすべての命を失ったミルクを攪拌する音も今はなくシュメールの家畜や羊は空になったその栄光の都市にあるのは風があるのみ死の匂いがあるのみ神によって建てられた天に伸びる寺院は今や見捨てられたそこにあった神権も王権も今はなく王が持つ尺も王冠も今はない二つの偉大な川の土手もそれはかつてはみずみずしく命の源であったが今は足が生えるだけ今や道を歩く者もいない道を探し求める人もいないあの栄えたシュメールは今は見捨てられた砂漠神と人の故郷その土地はいかに打ち叩かれたことか広志林浜松シティジャパン High tech nuclear warfare in ancient time It's some more evidencesالله أكبر In search of ancient aliens website writes as follows Was Earth ever inhabited by a very advanced civilization?If not by aliens in the distant past? Were there beings of considerably higher intelligence, perhaps much higher than ours, ever on this planet?
The question has been put forward time and again, and each time it has been ridiculed by the mainstream scholarship no end. Each time the statement has made a dead-end thought process in form of a very sanitized view of the world. The following translations have been published by the foremost expert on Sumer professor Samuel Kramer. 人類がまだ黎明期にあった頃の遠い遠い昔、メソポタミア、そしてインダスバリーで核戦争はあったのか、それともなかったのか。シュメールに残されたタブレットにはこんな一節があります。広し林ハーママシティジャパン。On the land of Sumer fell a calamity, one unknown to man, one that had never been seen before, one which could not be withstood. A great storm from heaven, a land annihilating storm, an evil wind like a rushing torrent,A battling storm joined by a scorching heat. By day it reprieved the land of the bright sun. In the evening the stars did not shine. The people terrified could hardly breathe. The evil wind clutched them, did not grant themAnother day. Mouths were drenched with blood. Heads wallowed in blood. The face was made pale by the evil wind. It caused cities to be desolated, houses to become desolate, stores to become desolate, the sheepfoldTo be emptied. Smell's rivers it made flow with water that is bitter. Its cultivated fields grow weeds. Its pastures grow withering plants.シュメールの地で人間がまだ知らぬ大惨事が起きた。まだ人間が見たこともない大惨事である。人間が抵抗することもできない大惨事である。天から巨大な嵐が起き上がり、大地を滅ぼした。突進するような激流のような邪悪な風、焼けつくような熱を伴った荒れ狂う風。昼までにそれは輝く太陽を奪い、そして夕刻には星々の輝きを奪った。人々は恐れ、呼吸することもできなかった。邪悪な風は人々をつかみ、そして人々はその翌日まで生きることはなかった。人々の口は血で詰まり、頭からは血が吹き出た。人々の顔は邪悪な風で青ざめ、それは都市を破壊し、家々は荒廃した。家屋は崩壊し、羊小屋は空になった。シュメールの川川は苦い水となった。畑には水草が生えるようになり、牧草は枯れ果てた。千曲学芸文庫、シュメール神話修正、
杉勇、尾崎徹役より、ウルの滅亡愛歌。彼は彼の牛小屋を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。野牛は彼の牛小屋を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。諸国の主は彼の牛小屋を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。エンリルは聖堂ニップールを見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。彼の妻ニンリルは彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ニンリルはそこの家キウルを見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ケシュの貴婦人は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ニンマフはケシュにある彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。イシンの人は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ニン・イシンは聖堂エガルマフを見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ウルクの地の貴婦人は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。イナンナはウルクで彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ナンナルはウルで家を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。シンはエキシュヌガルを見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。彼の妻ニンガルは彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ニンガルは彼女の清らかな絵柄神殿を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。エリドゥの野牛は彼の家を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。延期はエリドゥで彼の家を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。ニン・アシュテはララクで彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。シャラはエマフ神殿を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。ウサハラはウンマで彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ババはウルクッガを見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。清らかなバガラ、彼女の小部屋を彼女は見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。彼女の息子アブババは彼の家を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。アブババはアグエンナを見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。清らかな神殿の守護神は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。守護神はエタル
しるしるを見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ラガシュの王名は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ガトームルドーグはラガシュで彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。シラランの貴婦人は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。大いなる貴婦人はシラランで彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。キニル社の貴婦人は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ドゥム・ジャブズはキニル社で彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ガバの貴婦人は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ニンマルはガバの聖堂を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。彼の羊小屋は空っぽになってしまった。それを嘆く声を上げて彼は悲しんでいる。何々の野牛はもはや牛小屋にはいないのだ。尊い牛小屋はもはやいなくなってしまった。それへの返し歌である。ああ、町よ、お前を嘆く哀歌が激しい。お前を思って哀歌が、ああ、町よ、激しいことだ。彼の破壊された良い町を嘆く哀歌が激しい。彼の破壊された町、ウルを嘆く哀歌が悲しい。お前を思って哀歌が、ああ、町よ、激しいことだ。彼の破壊されたウルを嘆く哀歌が激しい。お前を嘆く激しい哀歌を涙する主は一体いつまで続けるのだろうか。お前を嘆く激しい哀歌を涙する人何なるは一体いつまでいつまで続けるのだろうか。こうしてメソポタミア文明は終焉を迎えるところとなりました。The Book of Ezekiel, Chapter 1-4. And I looked, and behold, a sweeping wind came from the north, and a great cloud on it.And there was brightness round about it and gleaming fire, and in the midst of it, as it was the appearance of amber in the midst of the fire, and brightness in it. 私は見た。激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に琥珀のように輝くものがあった。では画面を見ながら説明します。メソポタミア、まあ、古代メソポタミアではですね、何やら大変なことが起きてたようですね。で、それはですね、こうしたまあ遺跡の周辺を見て、
私は気がつきました。まあ、一見しますとね、ただ単なる砂漠のようですけども、コントラストを上げたり、ガンマを下げたり、あるいは明度を下げたり上げたりしますと、このような円形模様が浮かんできたわけです。これはウルです。まあ、プアビの、女王プアビのいたところですね。これがウルクです。まあ、イシュタールの本拠地ということになるわけですけどね。ギルガメッシュ物語もここで生まれました。これがウルクです。で、やはりウルクにも、まあ、メイドアを上げたり、やっぱり同じように、こう、工学的処理をしていますと、このような奇妙な円形が浮かんできます。で、この直径が 3.1 キロありますからね。で、それ全体にまた外への方へ、まあ、放射線状に広がっている様子も、わかります。で、これがウルクなんですけどもね。一体この、まあ、円形の、その、なんて言いますか、地上に描かれた模様は何かということになるわけです。ニプルっていうのは、ゼカリア・シッチによればですね、まあ、宇宙、まあ、いわゆる指令コントロールセンターがあったのが、このニプルだというふうに、まあ、ゼカリア・シッチは説いています。そして、宇宙空港が、その、北方にあります、シプールであると。まあ、ゼカリア・シッチはそのように説いています。で、このニプルをですね、もう調べていたときも、やっぱり、その円形模様が浮かんできたわけです。まあ、今、この赤いところで、示したところが、ニプールです。で、現在はこのような、まあ、廃墟といいますか、遺跡になっているわけですけどもね。まあ、かつては広大な都市が、まあ、栄えていたものと思われます。で、このニプールが、まあ、指令コントロールセンターであったと。まあ、そういうことなんですね。そして、シプールが、その、いわゆる、まあ、ハブ空港といいますかね、宇宙への空港であったというふうに、まあ、シッチンは説いています。まあ、こういう、まあ、遺跡を見ていますと、いろいろ考えさせられますけどもね。まあ、何かの、はい、目的があって、こういう建物が建てられたということになるわけです。これが、まあ、そのゼカリア・シッチンの本ですがね、ある方がですね、これ送ってくださった本ですけども、その中に、まあ、この1ページにこれが出てるわけですね。そして、この、円の中心にあるのが、ニプールです。で、やや左上の方にあるのが、シプールですね。で、この、何かこう、それぞれの遺跡に関係があるのかなってことで、まあ、調べてみようと思いましてね。で、まあ、とっかかりは、ゼカリア・シッチンのこの本って言いますか、このページだったわけです。で、シパール、シュルパック、それからラルサ、てか、バッド・ティー・ビー・ラですね。それからエリドゥっていうふうに調べていったわけです。で、ただ、現在はですね、いわゆる Google で見て調べられるような状況ではないんですよね。全く、まあ、跡形もなく消えてしまった遺跡っていうのもありますからね。ですから、まあ、場所を特定するのが大変、まあ、苦労しました。まあ、Wikipedia の方ではね、そういった論文も出ていまして、場所が座標で示してありましたので、で、そこで調べました。で、まあ、左側のゼカリア・シッチンの、本の1ページです。で、右の方はですね、私は実際に点を取ってみましてね、そしてこう、繋いでみたんですけども、この、やっぱり、ラガシュなんかもそうですけど、位置が、まあ、ずれてるのか、それはま、どういうふうかわかりませんけども、ゼカリア・シッチンの、この、解いてる、いわゆるまあ、ラインとは、一致しませんでした。が、しかしですね、やっぱりこのシパールを見ていただきたいんだと思うんですが、一見して何もないように見えるでしょう。ところがですね、まあ、工学的処理をしていますと、なんとなくこう、円形のなんて言いますか、地形が浮かんでくるわけですね。で、まあ、これは以前ですね、エリドゥで調べたときにそういう仮説を立てたんですけども、これはですね、いわゆるまあ、古代メソポタミアにおいてですね、いわゆる核戦争と言いますか、核攻撃があった、その痕跡ではないかと私は考えています。まあそういうまあ仮説に基づいてですね、あちこちの遺跡を調べてみたんですけども、まあ、ご覧の通り全部、そのすべてにこの円形のですね、まあ、なんて言いますか、痕跡らしきものが浮かび上がってきたということなんですよね、わかりやすく言えば。で、ここはちょっとわかりにくいかもしれませんけども、まあなんて言いますか、色がちょっと変化してるかなっていう感じですよね。それから全体にこう、楕円形のような形が見えるということです。これはシュルパックですね。まあ、ほとんど、まあ、何も残ってなくて、こうした、その、アーティファクトが、いくつか残ってるっていうような状況ですね。これ、シュルパックですけども、この直径が22キロありますからね。で、こうしてしますと、綺麗な円が出てきますよね、これね。で、この円はどうしてできたのかということになるわけです。ラガシュです。
で、このラガシはですね、ちょっとわかりにくいかも。全体にこう円形っぽいのは見えますけども、この色がちょっと薄いところをこう、矢印で囲んでみましたけども、やはりこうなんて言いますか、一つこう、楕円形のような形が浮かび上がってくるということですよね。で、ラルサですね。で、これ白くぼんやりと見えるんで、これは砂嵐かもしれません。ちょっと特定はできませんけども、地形的なその模様なのか、それとも砂嵐によるものなのかは、ちょっと判別できませんでしたけども、一応、挙げておきました。で、これがラルサですけども、ウィキペディアに載っている、座標で見ますと、ここへ来るんですけどもね。で、いくら降りても何もないもんですから、廃墟以上に廃墟になってしまったということになりますね。で、こう、下の方、南方の方を見ますと、こうした円形のような模様も出てくるということですね。で、ウルグです。イシュタールの本拠地ですね。で、ここもですね、こうして光学処理していますと、なんとなく形が浮かんでくるんですよね。で、以前にも言いましたけども、核攻撃受けたのはモヘンジョダロ、インダスバリーのね、核モヘンジョダロだけっていうことになっていますけども、そうではなくて、この、もしてメソポタミアでもやはりあったということですね。これエリドゥですね。延期の本拠地です。アダパーが作られたところですね。アダパー、すなわち旧約聖書のアダムです。で、これが 0.7 キロで、城壁らしいものもいますから、ウルですね。女王プアビのいたところです。女王プアビの、骨も見つかっています。このウルなんかは綺麗にこうなってますが、円形が出てますね。3.1 キロ。そして周りの方にもこうなってますが、やはりこう飛び散ったような、飛び散ってますかね、放射線的にこうなってますか、ラインが伸びている感じがします。で、これらの線は何かですけども、もう言うまでもなく、核攻撃による、その痕跡っていうふうに、考えるのが自然じゃないでしょうかね。で、そのことを裏付けると言いますかね、ゼカリア・シッチンがですね、地球年代記、The Earth Chronicles っていうのを、表しているわけです。で、その中の一部分ですよね。全文は別のところで訳しましたので、また興味のある方はそちら見ていただきたいんですけども、で、2041年っていうふうに来るわけですけどもね、だんだん近づいて、現代に近づいてくるんですけど、2038年。そして、2029年ですね。で、メソポタミア、バビロニア中心の歴史が進んでいくわけです。そして2024年から3年にかけてですね、こうした興味ある文章が出てくるわけです。アヌナンキは核兵器の使用を承認したと。ね。いわゆるカナン人たちがですね、宇宙空港を取ろうとしたときに核兵器の使用を許可して、そしてその翌年ですね、23年に、風は放射線の雲を占めると運んだと。そのために動物は死に、水は毒となったというふうに書いてあるわけです。ということは2023年から2023年にかけて、どうやら核兵器が使われたということになるわけですね。これはあくまでもゼカリア・シッチンがですね、メソポタミアに残っている、いわゆるクレイタブレットをですね、解読してこのような年代記を書いたということなんですね。で、これは私の方で調べたんですけども、このインダス文明のね、流れを、掴んでみたんですけども、こうした奇妙な、いわゆるセラミックフィギュアが見つかってるわけですね。で、この、インダスバリーの、インダスバリーってのは原っぱ、モヘンジョダロ含めて、これ全体をもね、インダスバリーって言うんですけど、ね、インダス文明ですけども、で、これはモヘンジョダロですね。いわゆる死の丘という意味だそうですけども、かつては広大になってますか、こうした、都市が栄えていたわけですよね。で、最近の、なってますか、調査によりますと、モヘンジョダロというのは7層に、こう、上へ積み重ねられて作られた都市だそうですね。で、これはモヘンジョダロです。で、シッチンの説が、正しいかどうかということをちょっと裏付けるためにですね、私の方から調べたモヘンジョダロの歴史というものを皆さんにお見せしたいと思います。で、シッチンは2024年に核兵器の使用を、したわけですよね。23年には、いわゆる死の灰が飛んできたということですからね。で、その後、イシュタールに、第三地域、すなわち、モヘンジョダロ周辺の、インダスバリーの支配権を、いわゆるイナンネ・シュタールに渡したってことなんですね。それはシッチンのタブレットの方にそう書いてあるわけ。実際、じゃあどうだったかと言いますと、インダスバリーにこうした像がいっぱい作られているわけです。これはみんなイシュタールになんだってということは私が証明いたしました。で、これがこうした像が作られているわけですね。いわゆるシュメールの、イシュタール像と、一致したということです。そしてこの年代のわかっている
まあ、テラコッタですね、これ集めてみました。たくさん像は見つかってるんですけどもね、みんなその、やっぱり年代測定がなされているっていうわけではありませんのでね。ですから、年代がしっかりとしているものを、こうして選んで、まあ、各博物館にあるね、テラコッタの中から、こうして、まあ、ランダムに選んでみました。で、この、いわゆるまあ、テラコッタは、これはまあ、イシュタール類なんなってことになるわけですけども、こうした像がですね、どのように並ぶかということを調べてみたわけです。で、まあ、今、その、皆さんにその歴史を見ていただきますけども、モヘンジョダロが栄えたのは紀元前2500年から1800年ぐらいなんですね。そして突然、紀元前1800年ぐらいに、まあ、消えてしまうわけです。で、先ほどその年代の分かっている、テラコッタをこのように並べてみますね。そうしますとですね、まあ、シチンがタブレットを解読した年代とほぼ一致するわけですよね。わかりやすく言えば。で、まあ、その、2500年以前にテラコッタが頻繁に作られた、この時期に、イシュタール・イ・ナンナがインダス・バリーに入ったというふうに考えられるわけです。そして、インダス・バリーが、インダス文明が栄えて、紀元前1800年頃に突然、まあ、滅ぶわけですね。まあ、インダス文明というのは、核兵器によって、まあ、滅んだというのは、まあ、一般的な説ですね。放射性物質が、まあ、残留物質が今でも観測されています。ですから、まあ、その流れとしては、2000年頃にね、2000年から1800年頃にかけて、まあ、核兵器が使われた可能性は非常に高いということですよね。まあ、シチンの年代と私が、調べた年代とややずれてますけどもね。まあ、こうして2、300年ずれてるってことなんでしょうかね。こうして見ますと、この円形模様は何によってできたか、もう、回りくどい言い方ありますね。まあ、ここでも、メソポタミアでも、核兵器が使用された可能性が非常に高いってことですよね。でないと、この円形模様はどうしてできたかってことを説明できないと、まあ、私の説は否定できないんじゃないかと思います。で、まあ、ちょっと、そういった、まあ、驚しい写真を一緒に並べてみましたが、こうして、まあ、円形模様が、まあ、痕跡として現在残っている。すなわち、メソポタミアでは、何やら恐ろしいこと、すなわち、核兵器を使ってですね、こうした都市が、ある時期次々と破壊された可能性があるということですね。これはエリドゥです。円形の本拠地ですね。で、中央やや上に直角の城壁が見えますね。そしてそれを取り囲むように円形模様があり、そしてその放射線状に線も伸びていると。まあ、これをどういうふうに解釈したらいいかというと、でも強力な爆発物がここで使われたということです。で、これがバッドティビラですけども、今はこのような状態ですね。で、シパールもそうですね。で、ラガシュもそうですね。まあ、ほとんど何も残ってないということです。わかりやすく言えばね。マウンドが残ってるかなっていう感じで、遺跡が残ってる。まあ、これからね、発掘が進めば話わかる、別途しようけどもね。シロパックもそうですね。で、これがエリドゥですけども、アブシャレンというふうに今呼ばれています。まあ、このマウンドが残っているだけですから、ウルはね、ジグラートが残ってますから、まあ、このような巨大な遺跡として今認識できるわけですね。これはウルクです。まあ、こういうウルクも巨大な城、あるいは都市国家だったようですね。ニプールですね。で、この、いわゆる宇宙指令センターのあったところがニプールだということです。メソポタミアでは核兵器が使われた。可能性が非常に高くなってきたという話です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!